おい、これは俺のデザインだろうが。高卒の無能が言いがかりやめろよ。それともなんだ、俺に嫉妬してんのか。見苦しいやつだな。お金だけじゃなくて心も貧しいんだな、お前は。後輩社員が懸命に作ったロゴのデザインをまるで自分が作ったかのように応募した同僚。ダメだ、撤回しろ。そう言っても彼には全く響かない。俺の警告を聞き入れようとしない。何度も止めたのだが、結局そのデザインがコンペで本採用されてしまった。ただ数日後、お前なんであのこと言わなかったんだ。ボロボロになった同僚がロゴをパクったことを後悔していたのだ。そしてそれがあの事件の始まりに過ぎなかったなんて、やつは思いもしなかっただろう。俺は山本レオ。これといって特徴のない24歳の男、平社員だ。勤めているのはデザイン会社。高校を卒業してすぐに就職し、もう6年になる。最初は戸惑っていた仕事も、先輩社員や社長が親身になって教えてくれたおかげで、なんとかなった。2年目からは後輩ができ、逆に仕事を教えることで、さらにうまく回せるようになっていった。おかげで社内での評価はそれなりに高い。後輩も皆俺を慕ってくれているようだ。そんな俺の仕事は周りに一人嫌なやつがいるだけで概ね充実していた。その嫌なやつというのは同僚の海野浩二という男だ。彼は俺の同期だが、大学を卒業してから入社しているので年上だ。あまり大学については詳しくないのだが、そんな俺でも名前を聞いたことがあるくらい有名な私立大学を出ている。そのことがやつのプライドなのか知らないが、海野はとにかく有名私大卒という肩書きを鼻にかけ、高卒である俺を見下している。態度も上から目線。最初は同期だから仲良くしようと思ったのだが、彼はそんなことは考えていないようだった。俺も次第に諦め、呼ぶときは海野さんとさん付けのまま。距離は縮まらず、縮める気すらなく、他人行儀が続いていた。最初の1年は無論俺も海野も一番下の後輩だ。だから彼の嫌な部分に関しては俺だけが我慢していた。というのも、やつは先輩や上司、会社の執行役や取締役らにはへいこらしているのだ。いくら俺に高圧的な態度をとっている時でも、上の人たちが現れた途端に愛想よく挨拶し、優しそうな笑顔になる。非常に気に入られており、社員としても社会人としても高く評価されているようだ。最初はそんな海野のことが大きな大きなストレスになっていたのだが、半年も経てば慣れてしまい、気がつけばもはや気に留めることもなくなっていた。2年目になると俺たちにも後輩ができた。新入社員の吉村樹里は後輩だが、年齢は俺と同じだった。彼女が俺たちの課に入ると、海野の横暴さは俺以外にも波及、輪をかけてひどくなった。まさに誰もが思い浮かべるような嫌な先輩と化したのである。後輩なんて先輩の役に立ってこそ価値がある。毎日のようにその決め台詞を吉村さんに言い続ける。おとなしい性格の彼女は何も言わないが、見るからに疲弊し、心が憔悴していた。それでも海野は何も気にしなかった。1年、2年、3年と時間が経つにつれ、彼の邪智暴虐さには拍車がかかった。最近では自分の仕事を彼女に押し付けたり、超短納期の仕事を突然振ったりしている。もはややりたい放題だ。見かねた俺は
よく吉村さんの仕事を一緒になって片付けている。俺とて暇なわけではないが、毎日昼休みを犠牲に捧げ、かつ日付が変わる時間まで残業する彼女の姿などとても見ていられなかった。最近では海野の残忍さは態度だけではなくなった。仕事を終えられなかった吉村さんには、それはそれはひどい暴言が浴びせられる。横で聞いている俺まで萎縮して泣きたくなる始末である。先輩や上の人がいるときは優しいのだが、俺たち三人だけになると先日のありさまだ。物腰の静かな彼女は海野に反抗することなどできない。やつもそれを分かってやっているのだ。俺には自分の中で自分を高く上げられる格好の餌を見つけ、楽しんでいるようにしか見えなかった。そんなある日、会社の上層部からメールが入った。かなり大きなイベントで使うロゴデザインのコンペが開催されるとのことだ。お前らもちろん応募するよな。やけにやる気満々の海野。イベントの規模が大きいため、ここで目立てば出世も期待できる。マンモスのように巨大な自尊心を持つ海野が盛り上がるのも不思議ではない。はい、私は応募しようと思ってます。山本は？俺は今回はいいかな。そうか。海野は少しにやりと笑い続けた。ならお前のデザインを参考にさせろよ。え？何を言い出すかと思えば、要するに自分の出世に手を貸せと言いたいのだろう。しかし俺には海野に差し伸べてやるような手はない。そんなに出世したきゃ自分で何とかするがよい。お断り。俺には俺の仕事があるのでね。自分で応募するんだから海野さんの仕事だろ。あのな、チームで協力してやろうって。普段他の人間に対して一方的に仕事を押し付ける海野さんが言う？それはちょっと虫が良すぎるんじゃないかな。それとも高卒平社員の助けが必要かい？くっ、お前覚えてるよ。俺がいろいろと言うと、海野は大げさな足音を鳴らしながら去った。少し言い過ぎただろうか。そう心配していた俺に、隣の席の吉村さんから声がかかった。あの、山本先輩？ん？今回のコンペに応募するデザインのアドバイスなんていただけたらなと思いまして。いつもよりも高いトーンの声で彼女は言う。もちろん、アドバイスならいくらでもするよ。ありがとうございます。じゃあ今日の午後一にでも打ち合わせしようか。はい、では紹介日室を取っておきますね。会議室？ここじゃダメなの？ここだとその海野さんが。ああ、そういうこと。確かにここで吉村さんのデザインに協力していたら、やつが何を言うかわからない。彼女の言う通り、会議室で話すのが良いだろうな。ではすいませんが、よろしくお願いします。うん、了解。気のせいだろうか、この時の吉村さんはどこか落ち着かない様子であった。昼の打ち合わせでデザインの方向性をある程度絞った俺と吉村さん。過去のデザインが載った資料を大量に引っ張り出し、机の上に富士山も驚くようなファイルの山を作り上げた。おかげで結局海野に見つかってしまったわけだが。おうおう、やってるね。お帰りですか？当たり前だ、もう定時過ぎたからな。そう言われて時計を見ると18時10分を指している。夢中になりすぎて時間を忘れてしまっていたようだ。吉村さんも時計を見て驚いた顔をした。残業なんてしちゃってさ、お前らがいくら頑張ったって意味ないのに。どういう意味？会話はしているが、俺の目線は資料に向いている。決まってんだろ、高卒のお前らが必死こいたって大卒の俺には届かねえっての。ちょうどファイルの最後のページを見終わり、パタンと表紙を閉めた。あのな。それと同時に
海野に言い返さんと立ち上がろうとした。ポンと膝に右手を置いたとき、その右手に吉村さんの手が重ねられた。彼女は小さく首を横に振っている。海野からは俺の背中で見えていないだろう。なんだよ。いいえ、何でもございませんよ。お疲れ様でした。け、高卒が調子乗んな。関係ないだろ。そう心の中でぼやくも、俺はやはり資料に集中。背後ではイライラした様子の海野が帰り支度をしている。キーボードを叩く音から彼が今どんな感情を抱いているのかが伺えた。お疲れ様です。吉村さんが挨拶するも、海野は無視して事務所を後にする。ブツブツと小声で文句を垂れながら歩いていた。ドアが閉まる直前、彼はまた高卒のくせにとそうつぶやいた。それからしばらく経って、いよいよコンペの結果が発表される日になった。俺自身が応募したわけではないのだが、激しく緊張していた。あれだけ頑張ったんだ。吉村さんのデザインが採用されますようにと俺は祈る。あと5分か。発表は今日の午前10時。ホームページ上での発表に加え、採用されたものにはメールが届くらしい。吉村さんは俺の隣でメールボックスの更新ボタンを定期的に押している。発表までは何も届かないと分かっているが、まあいても立ってもいられないのだろう。お、お、来たぞ。メールが来た。え？採用メールが来たと左隣で騒ぐ海野。まさか本当に海野のデザインが？そう疑いながら彼のパソコンを覗いた。確かに、あなたのデザインを採用させていただく運びとなりましたとの文章が目に入る。慌ててイベントのホームページを見た。新着情報の欄にイベントロゴコンペ結果発表のお知らせとある。その記事をクリックし、数秒の読み込み時間を経てページが表示された。長々と説明の文章が続いている。下へ下へとスクロールするとサンプル画像が掲載されていた。やるじゃないか海野。こんなでかいイベントのロゴに採用されるとは大したもんだな。ありがとうございます先輩方。海野が感謝を述べると先輩らは去っていった。結果発表があるとのことで、仕事の合間を縫って見に来ていた彼らは自分の持ち場へ戻ったのだった。ほらどうだ山本、吉村、俺のデザインが採用されたぞ。ねえ海野さん、これってさ。そのロゴには見覚えがあった。吉村さんと試行錯誤する中で候補の一つとして挙げていたものに酷似しているのだ。すなわち海野のやったことは盗作だよね。そう指摘する俺の横で吉村さんは涙目になっていた。当然のことだ。必死に考えたロゴが勝手に他人名義でコンペに応募され、しかも採用されたとなれば、その悔しさは計り知れない。まさかこれを本採用してもらうわけじゃないだろうな。あ？してもらうに決まってんだろ。これは俺のデザインだ。いや、これは吉村さんのものだろ。うるせえよ。おい、本当にやめとけって。俺の忠告も虚しく、海野は採用メールへの返信を意気揚々と入力している。ダメだ、撤回しろ。全く警告を聞き入れようとしない。おい山本、高卒の無能が言いがかりやめろよ。それともなんだ、俺に嫉妬してんのか。見苦しいやつだな。俺のことを嘲笑いながらメールの送信をクリック。これで海野とイベント運営との契約が果たされてしまった。採用が確定すると、海野は邪悪な微笑みを浮かべて俺に言った。出世するには頭を使うことも必要なんだよ。
それにお前らが応募したところで経歴で落とされんに決まってんだろ。むしろ日の目を見ることのなかったデザインをこうして有名にしてやったんだ。感謝してほしいぐらいだぜ。なあ吉村よ。おい、もうやめろよ。このままでは吉村さんが本格的に泣き出してしまう。わかった、海野さんがそれでいいならいい。ただし忠告はしたからな。どうなっても知らないぞと、俺はその意味も込めて最終警告をした。そんなことなどつゆ知らず、海野はヘラヘラと笑っている。高卒の言うことなんて誰も信じやしねえって。何のために俺が媚び売ってたかわかるか。こういう時のためだよ。ああ、逆だったか。俺は海野は基本的にへりくだった人間で、高卒の俺や吉村さんには例外的に上から目線なのだと思っていた。しかしどうやらそれは勘違いだったみたいだ。あんた、やっとチャンスがやってきたのに逃すわけねえだろ。こっちが海野浩二という男の本性なのだろう。そうですか、なら好きにしたらいい。これ以上は何を言っても無駄だ。そう判断し、もう辞退させることは諦めた。相手が折れたのだと錯覚した海野は、下り顔で事務所を出た。各所に報告しに行くのだろう。そんな彼を見送りながら、俺は大きくため息をついた。その数日後、うちのホームページがネット上で大炎上していた。SNS では大量にリンクが共有され、おおむね批判的なコメントで埋め尽くされている。YouTube などのサイトでもこの件に関する動画が投稿されていた。そのすべてはイベントのロゴが盗作ではないかとの疑惑に関してである。海野が応募し採用されたロゴは、とある個人作家のものと酷似していたのだ。有名とまでは言い難いが、コアなファンが多いハンドメイド作家だという。その作家が個人経営している店のロゴだ。怒ったファンたちが拡散を続けたことで、メディアにも届き、今やお祭り状態だ。うちのサーバーが落ちるのではないかと心配になるほど、ホームページへのアクセスが集中している。また、その目的で、良くない方法を使ってサーバーに負荷をかけている者もいるだろう。海野くん、世間では君のデザインが盗作ではないかと言われているようだけど、どうなの？俺と吉村さん、そして海野が岡井美香社長に呼び出された。今回の件に関して洗いざらい話すことになるだろう。盗作だなんて決してそのようなことはございません。そう、ならデザインの設計思想を聞かせてくれる？設計思想？コンペのテーマがふるさとでしたので、里という漢字を使って、その、デザインの理由を聞かれると、途端にあたふたしだす海野。今回のロゴに関しては当然、彼に設計思想などない。なぜなら、そもそもほとんど設計していないのだから。山本くん、吉村くん、次は君たちの話を聞くよ。このロゴは君らが作ったものなのか？はい。これは私と山本さんが作ったものです。おーい、吉村、嘘！この後に及んでまだ認めようとしない往生際の悪い男。海野くん、今は二人に話を聞いてるの。そんな彼を岡井社長は一喝した。私には社用パソコンのデータを見る権利があります。調べればすぐわかることです。数秒間沈黙した。岡井社長は海野、俺、吉村さんを順番に見つめる。緊張はするが何も恐れることはない。俺も吉村さんも間違ったことはしていないのだから。ううついに耐えかねたのか、海野が震えながら
涙を流し始めた。やっと折れてくれたのか。この時の俺はそう思っていた。すいません、私は二人からデータを盗み、少し手を加えて応募しました。そう、海野くん、自分の口から言ってくれて助かる。しかし社長、普段あれだけ高圧的で傲慢な態度の海野とは思えない形相。目には大粒の雫が光り、表情筋を歪ませてさらに言い訳を塗り重ねていく。確かに私は二人からデータを盗みました。でもその大元を作ったのは二人です。なら、なんとかという個人作家のロゴを盗作したのはこの二人ではないですか。呆れた男だ。まさかあえて自分の罪を認めた上でこちらに火種を投げてくるとは。岡井社長の目線がこちらに向いた。しかし今度もひるむことはない。岡井社長、ご覧いただきたいインスタの投稿があるのですが、よろしいでしょうか。吉村さんは震えながらそう告げた。ええ、インスタだ。こんな時に何を。お黙りなさい。また社長に一喝され、海野はおとなしくなった。それと並行して吉村さんは携帯をポチポチと操作し、その投稿を表示、画面を社長に見せた。これは。画面にはこう記されている。この度お騒がせしている当店のロゴに関して、表題と日時が続き、その下に本文がある。当店のロゴはデザイン会社に所属している私の妹が作成したものです。一連の騒動に関して妹からは以下のように報告を受けております。1、無許可でロゴを使用された。2、コンペのテーマがふるさとであったため、当店のロゴを参考例の一つとして挙げていた。3、当該ロゴの応募に関しては一切関与していない。その後にはさらに詳細な説明が続き、文末には次のように書かれていた。吉村麻里。つまりこのロゴは私の姉の店で使っているものです。ジュリという私の名前とマリという姉の名前に共通する里の字を使ったデザインです。今回のコンペで参考にと思っていたのですが、それを、海野さんが。吉村さんは海野がデザインを盗んだと知った時、すぐにお姉さんに連絡していた。大事になるだろうと予想していたお姉さん吉村麻里さんは、2つのロゴが酷似していると言われ始めてすぐにホームページに説明をあげた。しかしイベントの規模が大きいため、ロゴの話題はすぐにメディアデビュー。ホームページでの説明が霞むほどの速度で拡散され、今の大炎上に至る。この2つのロゴ似てないか。そのようにつぶやいた SNS のアカウントがある。メディアに出る前、インターネット上での火種となったその投稿をしたのは LEO@designer レオ、すなわち俺だ。そうと知った海野は、お前、同期を売るなんてなんてことしてくれたんだと怒り心頭である。俺が何もしなくたっていずれどこかでバレてたでしょうよ。早めに自分のやったことを告白してみたら、言い渡される損害賠償額が減るかもしれないよ。山本、お前、ついに怒りが爆発した海野は、俺につかみかかろうとしてきた。その海野の腕を岡井社長ががっしり掴んで、三度目の一喝をした。海野！社長の声で海野は意気消沈。その場で膝から崩れ落ち、再び涙を落とした。海野の暴挙と発言が決定打となり、岡井社長は何が事実かの判断を下したようだ。俺も吉村さんもこれで一安心だ。なんで
おえつまじりに海野は言う。なんて高卒のお前らばっかり。海野が卒業した有名私大学というのは芸術大学だ。そもそも芸術大学に入れるのだから、その分野に関してすごい能力を持っているはずだ。しかし彼は卒業までの間、独創性がないと指摘され続けたという。高卒の俺や吉村さんが既成の概念にとらわれず、自由でのびのびとしたデザインをし評価されていることが妬ましかったのだと彼は語る。本音を吐露した海野。ならば俺も彼の芸術に関して思っていたことを話そう。海野さん、俺は海野さんの知識の豊富さを素直に尊敬していました。ただの感覚じゃなく、きちんと理論立ててデザインしていくところは俺には真似できませんし。山本、私も海野さんのまっすぐでぶれない正確なデザインが好きで、その尊敬していました。吉村さんにも抱えた思いがあったようだ。ねえ海野さん、俺たちがもっと協力して、あなたが言ったようにチームでやろうって言える関係性なら。感覚だけでデザインされたものでないロゴ、理論だけでデザインされたものでないロゴ、心と知識の両面から構成されたロゴであれば、一緒に仕事ができたなら俺たちはもっと高みへ行けたかもしれないね。だからこそ俺と吉村さんのデザインを少しいじったものがコンペで採用されたのだ。皮肉にも3人で作ったことになるあのロゴが大きく評価された。こんな形ではなく、最初から協力していれば。嫌いだという理由で彼を突き放したことを俺は少し後悔した。涙を流す3人に向かって、今度は岡井社長が声をかけた。私はね、海野くん、君の迷いない仕事ぶりに期待してたの。でもこんなことになるなんて残念だわ。社長、山本、吉村、俺はなんてバカなことを。愚行を犯した自分を責めず、尊敬や期待を語った俺たちを見て、自分のしたことを強く後悔した様子だった。しかしだからといってこれにて一件落着とはならない。未だ燃え盛る炎は消えず、放置すればうちの信用に関わる。海野くん。岡井社長は海野に退職を促したのであった。吉村樹里さんの姉、吉村麻里さんは人気のある個人ハンドメイド作家だ。アクセサリーや日用小物まで多くの作品を手掛けている。ロゴや台紙、ショップカードのデザインは樹里さんが高校生の時から担当していたという。麻里さんはインスタや YouTube などで継続的にライブ配信を行い、販促活動に勤しんでいる。そんな彼女のもとに中傷コメントが送られるようになった。ブロックしてもアカウントを変え、執拗に繰り返してくるのだとか。まだ警察への相談はしていないようだが、俺にも樹里さんにも心当たりがあった。吉村麻里さんに中傷コメントを送ってるの海野さんでしょ。だったら何だってんだよ。電話口の海野からはかつての威圧感もプライドも感じられなかった。ろれつが回っておらず、おそらく酒に酔っているのだろうとわかる。なんでそんなことするのさ。俺にはな、山本、デザインしかなかったんだ。デザインが好きでガキの頃からそればっかやってきた。だがどうだ、俺はもうデザインの仕事はできねえ。もう全部どうだっていいのさ。自暴自棄になってうさばらし。差し詰め、そんなところだろう。後悔してんだ。
何もかも。だからって他人に当たるのは違うだろう。まあ事情は分かった、また連絡する。電話を切り、今聞いた話をジュリさん経由でマリさんに報告した。マリさんは海野がきちんと反省して謝罪してくれれば被害届は出さないという。心療内科やカウンセリングに通い自分と向き合ってほしいそうだ。それと姉は海野さんにお店を手伝ってほしいそうです。店を？はい、これから店舗を拡大していくみたいで、デザインのことが分かる人員を探してるって。そのうちデザイン自体も任せるかもとも。そっか。マリさんの話を整理し、俺はまた海野に電話した。相変わらず覇気のない声をしていた。しかしそれも俺の報告を聞くと幾分かマシになった。それはどういう？言った通りだよ。マリさんが海野さんにショップ店員として、ゆくゆくはデザイン者として一緒に働いてほしいとさ。けど俺はあの人にとんでもないことした。なのになんで？ああ、確かに海野さんのしたことはひどいさ。だったらなおさら話に乗って罪滅ぼしをしたらどうだい？返事がない。今後のことを頭の中で思考しているのだろう。しかし答えは見つからなかったようである。俺はどうしたらいいのかな。さあね、まだデザインをやりたいならやればいいさ。俺から話せることは話した。あとは海野さんがマリさんに連絡するかしないかだ。例のコンペはやり直しになり、見事ジュリさんのデザインが採用された。大きなコンペを勝ち抜いたため彼女は大忙し。以前とは異なり、嬉しい理由で大変そうであった。俺は俺で別の大きい仕事を勝ち取り、事務所は活気に満ち溢れていた。それが少し落ち着いた頃、岡井社長から俺たちにさらに大きいプロジェクトの話が舞い込んだ。誰もが耳にしたことのある某大企業の案件であり、願ってもない申し出だった。二人で協力していいもの作ってね。そう含みのある言い方をする社長、失礼ながら余計なお世話である。あの一件以来、俺とジュリさんの仲は少しだけ進んだ。まだ数回食事した程度だが、ともかく俺はこの仕事が成功したら彼女に好意を伝えようと思っていた。これは後で知ったことだが、この時のジュリさんも同じことを考えていたようだ。さらに数ヶ月が経過、マリさんから都内でポップアップストアを開くとの連絡があった。あれ、海野さんじゃん。本当ですね。ジュリさんと共にストアを見に行くと、そこで元気に働く彼の姿があった。こんにちは。わざとらしく強調して挨拶すると、掃除をしていた海野が振り向く。おお、山本に吉村じゃないか。なんだお前たち、ついに付き合ったのか。余計なことを言うな。茶番のような会話を経て3人して笑った。その時海野の顔は晴れやかだった。まるで人が変わったようだ。ありがとな山本、吉村。突然すんと真面目な顔になり、海野は俺たちに礼の言葉を放つ。俺がデザインを盗んだ時、お前たちは俺を責めるだけじゃなく認めてくれた。それだけじゃない、更生の機会もくれたし、マリさんも紹介してくれた。優しく仏のような微笑みで続ける。イベントに関わった人たち、特に二人にはすまないことをしたな。本当に申し訳なかった。俺たちに謝罪し、海野は頭を下げた。ジュリさんと顔を見合い、うなずいた。頭を上げない海野さん。
過ぎたことは仕方ない。これからは必死にマリさんのもとで頑張れよ。そう言いかけたのだが、俺の言葉は奥から聞こえた声によって遮られた。海野くん、こっちの掃除まだ？はい、今行きます。じゃあお前も頑張れよ山本。すれ違いざま右肘で小突いてきた。その時の海野は岡井社長と同じく含みのある声色だった。だから余計なお世話だっての。海野が生き生きと働く姿を見て、俺もジュリさんも安心した。彼が盗作をしたと知ったあの時、俺は必死に海野を止めた。それは盗作をしたことに対する怒りではなかった。芸術大学を出た彼の能力を、才能を評価していたからこそ、残念で仕方なかったのだ。まあもう大丈夫だ。すっきりした海野の顔を見て、俺たちは確信した。もう彼が道を間違えることはないだろう。そう信じながら、俺たちは俺たちの道を進むことにしよう。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。どこにいんの？今お前抜きで別で飲み会してるとこ。僕の歓迎会、90人貸し切りで予約した居酒屋。自分の歓迎会なのに、自分で予約をしておけと言われた会場には、僕以外誰も来なかった。その店のキャンセル料全額払ったら来てもいいぞ。電話越しに聞こえる課長の声は、人をバカにした笑いを含んでいた。いつものことだ。いつだって課長は僕に陰湿な嫌がらせを繰り返してきた。それも僕が派遣社員出身というだけで。理不尽だ。あまりにも理不尽すぎる理由だ。それでも僕はそんな嫌がらせに耐えてきた。耐えて耐えて耐え続けてきた。でもこの時ばかりは耐えられなかった。じゃあいいです。そちらにいる人全員クビです。それだけ言って僕は電話を切った。課長は知らなかったのだ。僕が何者であるか。僕は大橋栄太。年の離れた兄が一人。名前は高野浩太。小学1年生の時に両親が離婚した。幼かった僕は母に。高校生の兄は父に引き取られた。両親たちは離婚が合うことはなかったが、僕たち兄弟は時々会って、おしゃべりをしたり、ゲームをして遊んだ。とても気の合う二人だったのだと思う。10歳離れた兄は、僕をとても可愛がってくれていた。ある時は、兄が学校にお迎えに来てくれて、その帰りに一緒にファーストフードを食べて帰った。またある時は、僕の友達と一緒に公園で遊んだりもした。離れて暮らしていてもたびたび会っては交流を重ねていたので、僕たち兄弟の仲の良さはいつまで経っても健在だった。楽しい兄との時間とは裏腹に、僕たち親子の生活は厳しいものだった。離婚した父は養育費を入れてくれなかった。そのせいで母はいつも僕のために懸命に働いてくれていた。それでも家計が苦しいのは、幼い僕でもわかるものだった。僕も少しでも母の助けになりたい。片親で僕を育ててくれている母を少しでも支えようと、僕は高校生の時から居酒屋のアルバイトを始めた。学校終わりから夜まで、みっちり働くことで自分の学費くらいは賄うようにした。もちろん、高校生になっても、兄との良好な関係は続いていた。兄は先に社会に出た先輩として、社会の厳しさなどをたくさん教えてくれた。マナーから心構え、働く上で忘れてはいけない初心の大切さまで。慕っている兄の言葉はどんな言葉よりも重く、それでいてごく自然に僕の中に入ってきた。
苦労しながらも地に足をつけて懸命に働く兄の姿は高校生の僕にとってとてもかっこよくて素敵だった。そんなある日、エータ、俺起業しようと思うんだけどどう思う？兄からの相談に目を丸くした。一生懸命働くことで確かな地位を確立していた兄、ついには自分で会社を立ち上げるまでに成長していたのだ。兄さんならできるよ。僕は迷うことなく即答でそう言った。兄の企業が心から誇らしかった。仲の良かった兄。彼はいつしか俺の尊敬する人となり、そして誰からも尊敬される人となった。そんな兄が自慢だった。僕は大学を卒業すると、高校生の時からずっと働いていた居酒屋にそのまま就職した。働いている時は、たびたび兄が友人を連れて食べに来てくれた。それだけでなく、僕のシフトが入っていない日に、一緒に仕事場であるこの居酒屋に飲みに行ったりした。居酒屋はブラックだ、とよく聞くものだけど、この店舗はそこまでブラックではなく、それ以上にやりがいと楽しさにあふれた職場だと思っていたし、そんな職場を僕はとても気に入っていた。バイトを始めた頃は一店舗だけだったこの居酒屋も、売り上げが伸びるにつれて2店舗目、3店舗目、4店舗目とその足を広げていった。そんなある日のこと、長く勤めてなおかつ真面目と定評のあった僕は社長にこう言われた。二店舗目の店長をしてみないか？僕は悩んだ。仕事は楽しいし、やりがいもある。正直すごく興味のある話だ。でも僕にはある目標があったから、居酒屋に勤めるのは30歳までと決めていた。僕には夢があって、その夢のためには30歳くらいで退職しなくちゃいけないんです。だからちょっと、それは聞いている。それでも私は君に任せたい。30歳までしか勤めることができないと伝えた上でも社長の意思は変わらなかった。それなら僕にできることは一つだけだ。では僕にやらせてください。必ず2店舗目を守り抜きます。堂々と宣言することはとても勇気のいることだった。しかし今まで培ってきた経験が背中を押してくれた。不安より新しいことに挑戦する期待で胸がいっぱいだった。僕の返事を聞いた社長は満足げに微笑んで、期待しているぞと優しく肩を撫でてくれた。退職するその日まで職務を全うする。それこそが社会人の先輩として兄から学んだ姿勢なのだ。二店舗目でも今までと同様に、お客様を大事に接客、サービス、料理のクオリティすべてに全力を注いだ。元気のいい声出しから価格以上の感動がある食事の提供。どんな小さなことでも気を抜かずに取り組んだ。そんな僕たちスタッフの努力はしっかりと実を結び、居酒屋の評判は確かに上がっていった。ありがとう。おいしい。また来るね。ここに来ると気分が良くなるよ。活気のあふれる店内は、そんな言葉と笑顔でいっぱいの空間だった。ただ食事をするだけじゃない。笑顔になって帰ってもらえるように、僕たちはどんなに小さなことでも全力で仕事に打ち込んだ。そしてついに30歳になる年、長年店長としてスタッフを引っ張ってきた僕は、その職を部下に渡して居酒屋を退職した。何年も働いただけに、達成感はかなりあったが、本当に店舗のために慣れていたかという不安があったのもまた事実だった。しかし辞める日に部下たちはお別れ会を開いてくれた。そこで部下が僕の手を握りながら、これからは高野さんに学んだことを僕がしっかりと引き継ぎますから、と言ってくれた。16歳から30歳まで。思えば人生の半分近くを過ごしてきた職場だった。その職場の温かみに触れて胸が熱くなった僕。信じてくれる仲間がいて、慕ってくれる部下もいて。
僕の退職は惜しまれつつと言っても間違いじゃないような気がした。これまでの頑張りが認められたみたいで嬉しかった。退職後、僕はとある派遣会社に登録した。そしてそこから約1年間、派遣社員としていろんな会社で働いた。半年の長期派遣から1ヶ月の短期派遣、シフト派遣、1日だけの単発派遣。派遣といってもその種類は様々で、働いてみるまでその存在は知らないものばかりだった。いろんな形態をいろんな会社で。今まで居酒屋しか経験してこなかった僕は、この派遣を通して様々な職種を経験した。大型スーパーのレジ担当から品出し、オフィス事務、工場や運搬業まで。どれもが新しい体験で、とても新鮮なものだった。体験すればするほど経験値として、僕の力になっていくのを感じていた。多くの人が支えることで成り立っている社会の本質をほんの少しずつだけれど分かっていくような気がした。そして1年後、派遣元である派遣会社に正社員として入社した。配属された部署は営業部。この部署がまた巨大なもので、90人ものスタッフが在籍していた。さあ、ここからがスタートだ。目標のために新しい一歩を踏み出した僕。期待と意欲にあふれた新生活で、営業部の同僚たちも僕を部署のメンバーの一員として受け入れてくれていた。うまくいく気がする。新しい会社で楽しく働いていきたい。しかし現実はそんな希望を見事に打ち砕くものだった。僕の入社をウェルカムな心で受け入れてくれない人が一人いたのだ。それは課長の中村だった。僕の身の上を知った途端、鼻でふんと笑った課長。中村だけが僕を徹底的に馬鹿にしていたのだ。彼が、派遣上がりと呼べばそれは僕のことだった。派遣上がりじゃお茶出しくらいしかできんだろ。でも男にお茶出されてもなあ。どうせできないだろ。これだから派遣上がりは使えないんだよな。派遣上がりに任せられる仕事なんてないよな。むしろ何ができるのか教えてください。こんな言葉をかけられるのは日常茶飯事だった。派遣社員から正社員になったからといって能力が低いわけではない。でも中村は、派遣イコール仕事ができない、能力値が低いと決めつけて馬鹿にするのをやめなかった。むしろあえて大きな声で大勢の人に見えるところで、派遣上がりということで皆に見せしめることを楽しんでいる様子だった。いつかはきっと分かってくれるはず。一社員としてちゃんと能力があることを証明すれば、こんな扱いはやめてくれるはず。そう信じるしかなかった僕は、懸命に日々の業務に取り組んだ。今までの経験をすべて活かして、全力で仕事に挑んだ。しかし中村は僕を馬鹿にするのを一向にやめなかった。それどころか、ついには仕事の邪魔をするようにまでなった。例えば僕が成功させた大口の取引。それを中村は、さも自分の手柄かのように会社に報告した。部下である僕の実績を上司の中村が横取りしたのだった。反対に中村の仕事を当然かのように押し付けられたりもした。もちろん、そのために俺の時間は大幅に割かれることになるのだが、中村はそれらの業務も仕上げだけは自分でする。だから表向きではこの行為があらわになることはなかった。こうした邪魔は少しずつエスカレートしていき、次第には完全な嫌がらせの形となっていた。僕が会議室の予約をしている日に、何の説明もなく先に使用された。つまりそれは僕がお客様に迷惑をかけることを意味した。さらには僕の担当する派遣スタッフの給与の計算をわざと間違うように仕向けられた。こうなると派遣さんから僕に苦情が来るようになった。僕としては、僕だけに対する嫌がらせならまだ耐えられる。迷惑がかかるのは僕だけだから。心を無にして耐えればその場は収まる。
でも取引先や派遣スタッフに迷惑がかかるのはどうしても許せなかった。他の人を巻き込みたくない。僕のせいで関係のない人にまで迷惑をかけてしまうことが苦しくてならなかった。こうして多くの人に迷惑をかけてしまった。こういった現状があるというのに、それでも中村がわざとやったという証拠は一度もつかめなかった。どうすればいいんだ。どうすることが最善なんだ。考えても考えてもどうすることもできない、悶々とした日々が続いていた。こんな僕の現状を不憫に思ったのだろうか。たまにそっとお菓子を置いてくれる同僚や、自販機で会うと必ずコーヒーをおごってくれる上司がいた。彼らからは同情に似た気配を感じ取ることができた。しかし視線では優しい同情を向けてくれたものの、誰も大っぴらには僕をかばうことはできなかった。それくらい中村課長は怖くて、部署内で幅を利かせてたのだ。でもそれでも、そういった些細な温かみが、当時の僕にはすごくありがたくて嬉しかった。上司が自分用に買っている缶コーヒーより少し高い缶コーヒー。その缶コーヒーのぬくもりは渡してくれる上司のぬくもりそのものだった。彼らの存在が僕の心の支えだった。そんなある日、耳を疑うような言葉が中村から飛んできた。おい、派遣上がり、90人で店取っておけ。お前の歓迎会をするぞ。あろうことか、この日の中村は僕のために歓迎会を開くというのだった。しかし僕の歓迎会なのに僕が幹事を？それは変な話じゃないだろうか。僕が取るのですか？そうだ、お前が取るんだ。僕の不満を感じ取った中村は、文句でもあるのか？と言いたげな様子で眉間にシワを寄せた後、意地の悪い顔をしながら大きく鼻で笑った。そして一言。店の予約なら誰でもできる。派遣上がりにぴったりだろ。とだけ残して去っていった。これはもはや命令だった。僕は仕方なく受け入れて宴会場となるお店を探した。そうですか。難しいですか。わかりました。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。宴会場探しは難航した。なんといっても巨大部署。90人という大人数で、なおかつ開催する日まで時間もあまりないのだ。こんな悪条件で受け入れてくれる食事どころはそうそうなかった。そこで僕はあるお店に電話した。お疲れ様です。大橋です。おお、久しぶり。どうした？そこはかつて働いていた居酒屋だった。辞めてからも引き続き連絡は取っていたので、いつも何かとお世話になっていた。実は相談が、90人受け入れてくれるご飯屋を探してまして。90人？そりゃまた大層な。本来急な話なのもあり、これは結構無茶な相談だった。それにもかかわらず元職場は事情を説明すると、大橋のためだと心よく引き受けてくれた。本当にいいんですか？大橋の歓迎会なんだろ。そりゃ盛大にしなくちゃだろう。元職場の優しさを改めて感じて、僕は目の奥が熱くなった。こうして僕は90人分の予約をした。人数から必然と貸し切りの状態となった。本当にありがとうございます。いいっていいって。代金は一人4,000円。これは当日で大丈夫だから。ご厚意からの代金も当日払いでいいと言ってもらえた。本当に心からありがたくて感謝でいっぱいだった。そして迎えた当日、僕は営業先から直接歓迎会の店に向かった。見慣れたのれん前に立った時、数年前に働いていた時の記憶が頭の中に鮮明に浮かんできた。楽しかった記憶と頑張った記憶。その中にはいつも手を差し伸べてくれたスタッフの存在があった。今日だってこんなお願いを聞き入れてくれて。いつもこの店内は人を思う優しさにあふれていた。昔を懐かしみ、
当時の自分を羨ましく思う。それに比べて今の部署は。いや、そうでもないぞ。僕は今日ここに来た理由を思い出した。そうだ、僕の歓迎会だ。普段中村課長にはいびられて嫌なことばかりされるけど、それでもこうして歓迎会を開いてくれるというのだ。嫌なことだけではない。僕を見てくれて、ちゃんと分かってくれる人間だっている。昔と今に思いを馳せ、感慨深くなっているところで、僕はのれんに手をかけた。開けた瞬間、愛が詰まった美味しそうな香りが鼻孔をくすぐった。しかしお店に入ってみたところ、店内には人のいる様子がなかった。どういうことだろう。これはおかしい。そんなはずはない。90人の予約なのに、一人以外誰も来ていないという異例の事態に、居酒屋のスタッフも不安そうな様子をにじませていた。どういう状況なのか飲み込めず、時間だけが進む。店長をはじめ、スタッフも不安そうにしながらも、着々と宴会の用意を進めていた。そして、開始時間になろうとした時、中村からの着信があった。中村課長、お前どこにいるんだ。例のごとく、電話越しの第一声からは、中村の半笑いの様子が伝わってきた。僕は嫌な予感がした。どこって、予約をしている会場です。中村課長はどこですか？俺たち、今お前抜きで別で飲み会しているとこ。はい？意味のわからない発言に、僕の中で何かが切れる音がした。ギリギリを保ってきた限界が、一気に崩れる音だった。こっちで飲み会してるんだよ。仕方ないから、そっちのキャンセル料全額払ったら来てもいいぞ。もう我慢の限界だった。いつも与え続けていた嫌がらせも、もうどうしても我慢ができなかった。そもそも耐える必要なんてない。初めからこんな扱いされる必要はなかったんだ。長く耐え込んで溜まっていた怒りが川のように溢れ出す。もう止めることはできなかった。じゃあいいです。その代わり、そっちにいる人全員首にするんで。僕はそう告げ、中村が何かを言う前に電話を切った。ああ、もう限界だ。もういいや。90人の予約で貸し切りになった店内にたった一人、はめられ、うなだれて一人ポツンとしている僕は、胸が締め付けられるようだった。そんな時、一人の男性が僕の元に近づいてきた。兄のコウタだった。兄の会社は、今この居酒屋と大きな取引をしていた。取引の中で、何度も出向き、店舗内もよく出入りしていたというもの。この日は90人の宴会があるということでヘルプに入っていたのだった。どうしたんだ、これは。兄さん、実は今日は僕の歓迎会だったんだ。でも中村課長に。僕は一連の流れを話した。ふざけるな。そんなことがあってはいけない。それにこれは、一体どうしてくれるんだ。ブチ切れたコウタは、その場で中村に電話をかけた。社長の私だ。お前は今日限りでクビだ。うるさい。クビだ。もう会社には来るな。電話越しに兄はクビを言い渡したのだった。兄からのいきなりの電話と内容に腰を抜かした中村。汗ばみながら急いでこちらに向かってきたようだった。お酒を飲んでいたのだろう。アルコールで少し充血した目は、この事態を目の当たりにして限りなく動揺していた。それもそのはず、僕がクビにしますと言った矢先、社長から直々にクビを宣言されたのだ。しかも駆けつけてみると、だだっ広い店内の中で社長のコウタと僕が横に並んで一緒にいる。わけがわからず焦りだけをあらわにしていた。あの、クビというのは、社長、まず、なぜここにおいでで？頭が真っ白でパニックになる中村。いつものにやついた薄らい目は消え、
顔面蒼白で冷や汗が体中から吹き出していた。実は兄が立ち上げた会社こそが僕たちの勤めている人材派遣会社だったのだ。僕たちは親の離婚で名字が違うから、中村をはじめ社員は誰もこの事実に気づいてはいなかった。私がここにいてはまずいのか？いえ、そういうわけでは。睨みながらいつもの何倍も低い声で中村に尋ねる社長。対する中村は恐怖から自身の肩を大きくびくつかせていた。中村、これはどういうことだ？これはちょっとした手違いがありまして、大橋がミスをしたらしく。あろうことか中村はここに来てもまだ白々しく嘘を並べようとするのだ。動揺しながらも人を売ることで逃げ場を探す中村。そんな姿に僕は怒りがこみ上げてきて、今にも爆発する寸前だった。中村課長、僕は。僕はあなたに言われたから店を予約しただけです。そう言おうとしたその時、兄は僕の肩に手を置いた。中村、よく聞け。高野栄太、こいつは私の弟だ。え、弟？いきなりの事実に理解ができていない様子の中村。そんな中村に兄は続けて話しかけた。それで、だ。この事態は栄太のミスによるものなのだな。冷たい目の中に鋭い眼光を灯した兄が落ち着いた口調で中村を問いただす。中村は何も言えずにわなわなと小刻みに震えていた。どうなんだ？いえ、違います。中村の声は消え入りそうに小さい声だった。おい中村、我々の会社はどんな会社だ？人材派遣会社です。そうだ。我が社は人材派遣会社だ。現在中心としている派遣先はオフィス系だな。私はそれを飲食店にも広げようと思っていたのだ。中村はいまいち内容を読み込めず、何も言えない様子だった。もしかしたらあまりの衝撃に思考が停止してしまっていたのかもしれない。それをお前は踏みにじった。実は兄はその事業を進めるためにも、この居酒屋に出向いていたのだった。人材派遣会社。今はオフィスワークに特化しているものだけど、それじゃあ働く人の枠が絞られてしまうのだ。登録している派遣スタッフさんの中には、子供が生まれてフルタイムでは働けなかったり、都合でシフト制の仕事を希望する人もいる。兄はそんな人たちにも対応できるよう、飲食店との取引を増やしていこうと思っていた。まずはその第一号取引先として、僕がもともと勤めていた居酒屋に派遣スタッフを受け入れてもらおうと商談を進めていたのだ。そのために今日もこの居酒屋に来ていた。今回のことで我が社は大事な取引先候補に大きな迷惑をかけてしまった。そんなつもりじゃ。こんな会社では確実に信用が失われてしまう。派遣スタッフを受け入れてもらう話も破談になるだろう。自分の犯した罪がわかるか。お前は会社に重大な迷惑と損害をかけた。よって本日限りでクビだ。兄の言葉を聞いた中村は真っ青になってその場に崩れ落ちた。ここまで来てやっと自分がしたことの重大さに気づいたのだ。ただキャンセル料を払えば済む。中村の考えは誰かの賢明な働きを踏みにじるものだ。この日のために用意された食事も場所も人員も全てが無駄になった。中村の嫌がらせはこの宴会の準備に関わる全ての人を侮辱する最低な行為だった。そして何もこの宴会が特別なわけではなかった。中村が僕にしてきた数々の嫌がらせ、そのせいでこれまで何人もの人が迷惑を被ってきたのだ。嫌がらせを受けていたのは僕だけではなかった。自分の過ちに気づいた中村。でもそれはもうどうしようもないくらいに遅かった。申し訳ありませんでした。
小さく溢れたはずの中村の声はお店の中で静かに消えていった。兄の浩太はきっと中村を許さないだろう。いつかの兄から学んだ社会人としてのあるべき姿と中村はあまりにもかけ離れすぎていた。僕はもともと居酒屋である程度の年月を勤務した後、兄の会社に移る予定だった。人生の半分を支えてくれた居酒屋、ここには少しでも恩返しをしたいと思っていたから、僕にできることは何でもした。それが店舗に還元されることを願って全力で働いた。そして30歳の退職以降、まずは現場を知りたい、お客様の気持ちを味わってみたいと1年間派遣スタッフとして働いた。社会とは経験してみないとわからないことの連続で、その1年間は僕にとってかなり勉強になる1年だった。たくさんのことを学んで視野が広くなると同時に、日々を作り上げるためにこれほど多くの人が働き支えてくれているのだと知った。大変さを知ることで今まで気づけなかった感謝に気づけた。こうして準備が整い、満を持しての入社だった。勤務が始まってからの僕の勤務状態はもちろんのこと、中村の派遣スタッフを軽視する姿勢は全部浩太社長には伝わっていた。僕自身は耐えていたけど、中村の行動は誰の目から見ても目に余るものだった。そして今回の事件、中村への処分は大事な派遣スタッフを軽く見ていたことも含めての結果だった。社内で反対する者は誰もいなかった。派遣スタッフがいてくれなければ我々人材派遣会社は全く売り上げを出すことができません。つまり派遣スタッフはとても大事な存在であり、お客様自身なのです。このことを忘れることがないようにお願いします。翌日の朝礼、派遣スタッフのことを馬鹿にしていた中村のようになってはいけない、と社長から全スタッフに対し改めて通達があった。社長は穏やかな口調で語っていたが、言葉や表情から伝わるのは真剣さそのもので、我々社員の心に深く響いた。このメッセージにより、中村に影響されていたものも含め、全員が気を引き締め直しているようだった。対して、中村に怯えていた者たち、彼らはやっとのびのびと仕事ができると晴れ晴れとしている様子だった。大橋、今まで助けてあげれなくてごめんな。中村以外からは何もされていないのに、上司が謝ってくれた。けど実際はむしろ、あなたのくれる缶コーヒーに救われていたのだ。こっちがありがとうと伝えたかった。そんな気持ちを込めて、今度は僕がコーヒーを渡してあげた。それはやっぱり、いつものコーヒーより少し高いコーヒーだった。半年後、僕は営業部長に就任した。1年の派遣社員時代に培った経験から、お客様である派遣スタッフをより大事にする施策を行うように尽力した。例えば無料でオフィススキルを身につけられるような短期講座を開催したり、自分に合った仕事を見つけられるセミナーを開催したりした。評判はまずまずといったところ。今は子供服メーカーの割引券配布やオフィスメイク講座なんかも必要じゃないかと思っているところだ。部長、子供を預かるスペースを作るのはどうですか？なるほど。それは考えてみるべきだね。なんならすでに僕たちの部署にも使いたい人がいるかもしれないね。あと、派遣スタッフにも福利厚生を充実すべきだと思います。提携病院への通院サービスとかも必要では？病院と提携させることでビジネス展開も期待できませんか？部署内ではいつもこうして必要だと思うものの共有が即座に行われる。会社は一人ではなく全社員によって支えられているのだ。どの人の声も等しく大切でありがたい声だった。大切な派遣スタッフのため、社員のため、会社を挙げてできることを考える。そしてこの部署を温かいチームとしてまとめる。働いてくれる人が心地よさを体感することこそが僕の目標だった。
そして僕は社長のコータと共に何度もあの居酒屋に足を運んだ。何度も何度も伺って謝りに行って、やっと居酒屋にあの日の失態を許してもらった。こうして無事派遣スタッフを受け入れてもらえるようになった。今では派遣スタッフ側は働きやすいし、仕事を見つけやすい。お店側はしっかり働いてもらえるし、シフトの都合もつきやすい。といった具合に、どちらにも好評である。僕らの目標はこうして実を結んだのである。今後も受け入れてくれる飲食店をどんどん増やしていきたい。そのために我が社は尽力中なのであった。なあ、兄さん。ん？何？新しい飲食店の受け入れ先に交渉に行った日、僕は兄に声をかけた。僕、実はずっと兄さんに憧れててさ。ふふ、何を急に。照れるじゃないか。兄が優しく顔を微笑ませる。それはいつかの校門前で僕を待っていてくれていた幼い兄と同じ表情だった。もちろん今も憧れてるんだけどさ、そろそろ憧れだけじゃダメな気がする。僕の真剣な告白に兄も真剣に聞いてくれるようだった。僕ももう会社のためにも社員のためにも責任を持たなくちゃいけないよな。だからこれからは少しずつだけど兄さんの横に並べるように努力しようと思う。言えば言うほど恥ずかしくなった。たまらず顔が赤くなっているのが自分でも分かった。だから僕たちこれからも頑張っていこうねってことが言いたい。半分投げやりになりながら伝えると、兄は目尻にシワを寄せながらにんまりと口角を上げた。ああ、もちろん。二人でこれからも今までと同様に会社を大きく強くしていこう。でもな。そう言いながら兄は僕の目を見て言う。元から俺は栄太を対等な社員として見ていたよ。今もこれからもずっと頼りにしてるよ。夜になると賑わう焼き鳥屋の扉の前で僕たちは顔を見合わせて笑った。恥ずかしいような、嬉しいような、そんな気持ちだった。ま、だから俺たちはいつまでも変わらず、全スタッフとお客様を大切にしよう。だね、初心を忘れず。子供の頃は離れ離れに過ごした僕たち。そんな僕たちだからこそ、これからはますます二人で力を合わせて、会社を大きくしていこうと誓い合うのであった。会社というのは、実は大きな家族なのかもしれない。互いが互いを思いやって支え合って、そうやって成長していくものなのだと思う。今目の前に大きくそびえ立つこの会社を前にして、その一員であることを僕は誇らしく思った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あんたみたいな底辺のゴミは夫と縁切ってね。母子家庭で中卒のあんたなんて私たちと住む世界が違うのよ。ここは結婚式会場。元同級生のエリート経営者と結婚する花嫁は、その美しいドレスに似合わない表情と言葉で招待客である私に言い放った。花嫁に言い返すのは本意ではないが、ここまで言われては仕方ない。わかった。旦那さんと縁を切れって言うなら、10億円の契約も切るわね。私が告げる。はあ？母子家庭で中卒のあんたが、そんなことできるわけないでしょ？ますます、声を荒げる花嫁。一部始終を見ていた新郎は言葉を失っていた。そして、人生最高の時間になるはずだった結婚式。それは花嫁にとって悲劇の幕開けとなるのだった。私の名前は林美香。美香は頭がいいね。将来有望だよ。そう両親から褒められ、子供の時から勉強が得意なことに気づいていた。
褒められることが多かったからか、自然と勉強が好きにもなった。二人姉妹の姉という立場からか、自分で言うのもなんだが、面倒見は良かったと思う。小学校の頃から、休み時間になると、クラスメートにわからない問題を解説してあげたりしてた。中学校では放課後になると、私のところには列ができるくらいになっていた。林さんは教えるのがうまいと評判になって、クラス全体のテストの平均点がどんどん上がって、林さんは本当に教え上手だねと、先生からも太鼓判をもらったほどだった。自分が教えることで、クラスメイトが内容を理解して、笑顔になっていくのを見ているのが好きだった。テストの点数がこんなに上がったよ。ありがとう。その言葉は純粋に嬉しかった。男女隔てなく接したおかげか、部活動には入らなかったが、友人は多かった。その中でも、田丸栄太くんとは、小学校からの幼馴染で家が近いこともあり、特に仲が良かった。田丸くんはサッカー部に入っていたので、授業が終わったらすぐに練習に行っていた。部活が終わってから家に来て、一緒にご飯を食べた後、勉強会を開いたり、家族ぐるみで仲良くしていた。田丸くんに勉強を教えるときは少し緊張した。それは恋をしているとかそういうことではなくて、彼はとても優秀で、難しい応用問題ばかり聞いてくるものだから。俺、いつか林さんの役に立てるといいな。恩返しがしたい。いつも教わってばかりで、ご飯までごちそうになってるし。ご飯は田丸くんの家からもお裾分けくれるじゃない。私も教えることで復讐になってるし、何より教えるのが楽しいからいいのよ。林さん、先生になったら生徒から人気出るよ。ありがとう。そうだといいな。あ、田丸くん、いらっしゃい。おう、ゆかちゃん、こんばんは。ゆかは私の妹だ。私と違ってあまり勉強が得意な方ではないが、えくぼのある可愛らしい笑顔で運動神経も良く、テニス部では目立っているみたいだった。うちのクラスの子もお姉ちゃんに勉強を教わりたいって言ってたの。今度連れてきていい？いいけど、まずゆかも勉強しなさいよ。とぼけたように子犬のような笑顔を見せられるとついつい甘やかしてしまうのだった。そんな様子に田丸くんも笑ってた。私はこの幸せな時間がずっと続くといいなと思った。春になり受験シーズンを迎えた。第一志望に合格したクラスメイトたちと一緒に涙を流して喜んだ。田丸くんも有名な私立高校に合格して男子たちと肩を組んで喜んでいた。夜にはうちで一緒にお祝いをした。母親がお赤飯を炊いてくれて、田丸くんはケーキを差し入れてくれた。不思議な組み合わせだねと笑って、子供用シャンパンで乾杯した。それからも、毎日勉強する手を止めず、教師になるという具体的な夢に向かって、ひたすら机に向かった。クラスメイトともすぐに打ち解けることができて、一度勉強の解説をしたら、それはあっという間に広まり、休み時間や放課後は、ここ教えての嵐で大忙しだった。楽しい高校生活を送れそうだと思った。ただ、一人だけその様子をよく思わないクラスメイトがいた。須藤香織さんだ。彼女は毎日きちんとお化粧して、髪はカールさせて、勉強より見た目に気を使うタイプだった。黒髪をしっかりと結んで、スカートの校則をきっちり守った私とは、そもそも考え方が違うのだろう。私は須藤さんにだけ対応を変えたりなんかしなかった。だけど、ことあるごとに須藤さんは私に突っかかってきた。ちょっと勉強ができるからって、偉そうに。人気の少ない廊下ですれ違いざま、はっきり私に聞こえるように言われた。
私は気にしないようにしていたけど、その後も何度かそういう場面はあった。ある日は机の中身が水浸しになり、ある日は下駄箱の上履きいっぱいに土が盛られていた。須藤さんは派手なグループに属していたから、派手なグループの子たちはあまり私に話しかけてこなくなった。きっとあることないこと言ってるんだろう。教えるクラスメートが減ってしまったのは残念だけど、頼ってくれる子は他にもいる。気持ちを切り替えて笑顔でいることにした。夏休みに入っても勉強は欠かさなかった。あまりに没頭している私を見かねた母とゆかが、夏休みの最終日、気分転換に花火大会へ行こうと誘ってくれた。せっかくだからお姉ちゃんも浴衣着ようよ。いいよ、私は。トイレとかも大変じゃん。そういう私に、母はニコニコと2着の浴衣を出してきた。おばあちゃんが残してくれた浴衣、大事にとっておいてよかった。おじいちゃんもおばあちゃんも早く亡くなったでしょ？お父さんもお母さんも兄弟がいなかったから親戚もいないし、使う機会もなかったのよ。着てみせてよ。深い藍色に大きな蓮の浮かぶ落ち着いた浴衣と、淡い桃色に小花を散らせた可愛らしい浴衣。どっちを着るかは話し合わずとも決まった。ゆかがヘアセットしてくれて、母が着付けをしてくれた。お、いいなあ、夏らしくて。父は二人の浴衣を見て、ニコニコと目尻を下げた。せっかくだからと、家族四人で記念に写真を撮った。何度撮り直しても、父の目が半開きになってしまって、みんなずっと笑ってた。父の運転する車で、花火大会の会場へ30分ほど国道を走る。何の変哲もない。家族4人の日常の一コマだった。しかしそれは一瞬で崩壊したのだ。耳をつんざくブレーキ音、ガラスが割れるような金属音、鳴り止まないクラクション。後部座席の左側に座っていた私は、右から来た大きな圧力に潰され、消えていく父の姿を見た。錯乱状態で気づいた時には、病院のベッドの上で目を覚ました。国道居眠り運転で暴走した大型トラックに、私たち家族の車は突っ込まれたらしい。父は病院に運ばれる前に帰らぬ人となった。母は全身に大怪我を負い集中治療室へ。ゆかも大変な怪我を負って手術をしているそうだ。私は怪我しているものの意識もあり、医者と普通に話すことができた。MRI 検査でも異常はなく、経過観察後、私は退院できるそうだ。痛み止めの点滴をしているからか、夢と現実の境目があやふやだった。悪い夢を見ているだけだ。そう言い聞かせても、眠ろうとするたびに、あの時の事故の映像が流れてくる。寝たのか寝ていないのか、ぼんやりとした意識の中、私の人生に未来なんかないんだと絶望した。大した怪我もなかったため、数日して私は退院した。混乱した中でも現実から目を背けてもいられなかった。たまるくんとたまるくんの家族が何度も見舞いに来てくれたり、高校の先生が一緒についてきてくれて役所へ手続きに行ったり、互助会とやりとりをして父の葬儀を行った。一般病棟に移ったものの、寝たきりで目を開けない母親の面倒を見るため、学校はずっと休んでいた。ゆかは数週間後に退院したが、全身傷だらけで、特に顔の損傷は激しく、手術でも修復しきれなかった。すれ違う人がゆかの顔を見ると、慌てて目をそらす。あの人、顔が、すごい傷だね。道行く知らない人がこそこそと話をしているのが聞こえる。ゆかは泣きながら玄関の鏡を叩き割ると、それ以来家から一歩も出ることができなくなってしまった。家にいても髪の毛で顔を覆うようにして、
口数も減っていった。可愛かったユカの笑顔は奪われたのだった。大型トラックの運転手は、警察官や弁護士と一緒に何度も頭を下げに来て、その度に涙を流していたが、私は何の感情も湧かなくなっていた。この人はこの涙が引っ込んだら、夕食は何を食べるんだろうな。この弁護士は仕事だからここにいるだけで、帰ったら温かい家庭が待っているんだろうな。そんなことを思うだけだった。ゆかに見られないようスーパーに買い出しに行くと言って出かけて公園まで歩くと、過呼吸を起こして倒れ込んだ。心が窒息しそうだった。次の日、私は担任に電話をして、学校を辞めることを伝えた。あなたには将来があるとか、保険金が入るから大丈夫だとかいろいろ言ってくれたが、その声は反対のホームに電車が来るアナウンスのように遠く聞こえた。荷物を取りに一度学校へ行った。同級生は哀れむように最初は遠巻きに見ていたが、いつもとなるべく変わらないようなテンションで話しかけると、みんな集まってきて、学校を辞めないでと言ってくれた。そこへ、須藤さんがお化粧を直しながら言った。母子家庭で中卒とか、人生積んでる。調子乗ってっからだよ、ゴミが。私の中で何かが音を立てて崩れていった。放課後どこ行くみたいな、大して深く考えてもいない、そんな言い方だった。同級生たちは何と声をかければいいのかわからなかったようで、一瞬黙り込んだ後、何も聞こえていないふりをして話を続けていた。心拍数が上がっていくのを感じ、その場から逃げるように家へ走って帰った。悔しさと腹立たしさと走ったことで苦しくなり、気づいたら寝たきりの母親のいる病院へ向かっていた。母親は相変わらず白いベッドに横たわり、機械音の中、目を閉じたままだ。お母さん、お母さん、私頑張ってきたけど、どうしたらいいのかもうわからないよ。ねえ、助けてよ。どうしたらいいの？お母さん。手首につながれた管が抜けないよう気にする余裕もなく、母親に抱きついて泣き叫んだ。ビビーッとブザーが鳴り響く。私は驚いて床に座り込むと、看護師が走ってきた。林さん、わかりますか？林さん、林さん。何が起こったのかわからなかった。看護師の後に医師が入ってきて、母親の体をいろいろ調べているみたいだった。何が起きたんですか？ミカさん、よかったわね。お母さんの意識が戻ったわよ。目を開けた母親がこちらを見て、すべて悟ったように泣きながら微笑んだ。私はぐしゃぐしゃになりながら笑い返した。それから母は少しずつ回復していった。寝返りを打ったり、座るだけでも大変そうで、まだ退院はできないそうだが、母親は、一緒に買い物行きたいわね、と明るく言っていた。それから私は、目が覚めたように動き始めた。塾で募集していた事務員のアルバイトに応募した。面接では高校を辞めてしまった理由について、嘘偽りなく話し、面接官は、大変だったねと、ねぎらいの言葉までかけてくれ、雇ってもらえることになった。問題集のコピーをもらったり、内容が変わって廃棄される参考書をもらってきては、家で机に向かった。ゆかも最初は乗り気でなかったが、私の必死さに根負けしたのだろう。ちゃんと勉強してくれて、わからないところを私に聞いてくるようになった。私がスーパーで買い出しをして、ゆかは料理を作ったり、洗濯や掃除をするようになった。寝る間も惜しんで勉強して、いろいろな資格も取得した。週末には母親のいる病院へ行き、勉強しながら話し相手になったりした。
勝手にリハビリしようとして転倒を繰り返す母親を叱ることもあった。家に帰るとゆかがやると約束した問題集に手がつけられていないことを怒ることもあった。世界に色が戻ったみたいだった。いつかは教える立場になりたい、その一心で私は走り続けた。目まぐるしく時は流れ、父の命日、あの日から15年の月日が経っていた。私はいつものように帰宅すると、ポストに入った結婚式の案内状を見つけた。たまるくんからだった。たまるくんは優秀な大学へ進学し、今は有名なクライアントからも引っ張りだこの一級建築士として独立しているらしい。出席に丸をつけて、おめでとうとコメントを書いた。独身の身としては先を越されたとは思ったが、旧友の朗報は素直に嬉しかった。そして結婚式当日、会場に着くと昔の面影のある顔ぶれにワクワクした。同じテーブルには小学校や中学校で勉強を教えていたクラスメイトたちがいた。みんな綺麗にドレスアップしているけど、話せばあの頃と変わらない笑顔があった。こんな機会がなければずっと会えずにいたかもしれない。たまるくんに一言お礼を言いたくて、スタッフに許可をもらい控え室に入れてもらった。そこへ通りかかったのは真っ白な花嫁衣装に身を包んだ須藤香織だった。やった、母子家庭で中卒の林さんじゃない。相変わらず冴えないわね。この度はご結婚おめでとうござ。底辺のゴミはうちの旦那と縁切れよ。純真無垢のドレスがその毒で汚れてしまうんじゃないかと心配になるほど、口から汚い言葉が発せられた。人生に一度の晴れ舞台にまでそんなことを言う須藤に心底呆れた。そして学校での思い出が蘇る。何の気なしに放ったその言葉にどれほど傷ついたか。私は反撃に出た。わかったわ。じゃあ10億円の契約も切るわね。は？母子家庭で中卒のあんたに10億の契約動かす力なんてあるわけないでしょ。マジ笑える。そこへたまるくんが控え室に入ってきた。お、林さん、今日は来てくれてありがとう。仕事の話も後でゆっくり。その件、白紙にさせてもらいます。詳しくは奥様に聞いてくださる？たまるくんは事情が全く分かっていないようで、須藤に尋ねる。どういうことだ？だって、二人の間を邪魔されたくないから。ごにょごにょとごねる須藤に腹が立ち、その場で会社に電話を入れた。もしもし、今すぐ A 社との契約は白紙に戻して。ええ、全部なしよ。お相手ご家族から注意を受けましたので、連絡事項は以上です。失礼します。さて、これで結構？たまるくんにはかわいそうだったが、私の消えた青春が少し戻った気がして、気持ちは晴れやかだった。私は勝ち誇ったように須藤を睨みつける。須藤もスイッチが入ったようだ。何？意味わかんないんだけど。母子家庭で中卒なんだと、私のエリート旦那が釣り合うわけないでしょ。縁切れって言ってんの。底辺のゴミが。嘘、だろ？香里、なんてことをしてくれたんだ。林さんは幼馴染でもあり、会社の大事な取引先社長なんだよ。社長？嘘でしょ？たまるくんはネクタイを緩め、置いてあったペットボトルの水をグビグビと飲み干す。林さんとは小学校からの幼馴染だった。小学校でも中学校でも、いつも先生に聞いてもあやふやなほど難解な問題もわかりやすく解説してくれてた。俺がいい高校や大学に行けたのも、林さんの助けがあったからだよ。凄惨な事故があって、
家族が大変な時だってずっと折れずに頑張ってきた林さんに勇気をもらってた。塾でアルバイトをしながら代券を取って有名国立大学を卒業して講師になり校舎長になった。夢を叶えただけでなく、その後塾講師として独立した。今では複数の塾を運営する経営者として業界では有名になってるよ。俺が独立するときに先輩として背中を押してくれたのだって林さんだった。そして新しく建てるはずだった林さんの塾の本部校舎の契約を10億円で請け負ったんだよ。須藤はドレスがシワになるのも気にせず床にへたり込んだ。香織、ごめん。結婚はやめさせてもらう。なんでよ。こいつのことが好きだとでも言うの？そんな理由じゃない。香織が人のことをそんな風に、学歴がどうとか、ましてや家庭環境を底辺だのゴミだの言う人だと思わなかったよ。今までよく猫かぶってたね。須藤はわなわなと震え出したかと思うと、子供のように泣き叫んだ。嫌だ、別れない。もうみんな待ってるもん。その大声に式場のスタッフや家族がどうしたのかと控え室に入ってきた。タマル君の曇った表情とメイクの崩れた須藤を見て全員キョトンとしている。申し訳ありません。式はキャンセルします。タマル君は深く頭を下げて、須藤は泣きわめいていた。須藤の親族は取り乱していたが、タマル君の親族は泣きわめく須藤を見て、なんとなく察したように黙り込んでいた。私は混乱に乗じて、そっと控え室を後にしようとドアに手をかけた。このゴミが、私の幸せ潰しやがって。部屋を出るまで須藤は何かわめき散らしていたが、私は振り返らずにドアを閉めた。その後、タマル君からお詫びの書状が届いた。顔を合わせて話そうと電話があり、お互いの職場の中間地点で合流することにした。お騒がせして、申し訳ない。会うなりそう言って頭を下げるタマル君に罪悪感を感じた。結婚、本当にやめちゃってよかったの？どこか入る？それとも。自販機とベンチを指さす。大事な商談は室内でした方がいいのだけど、暖かくなってきた心地よい日差しについ誘惑されてしまった。狭い店内より、今は生ぬるい風を感じていたいと思った。タマル君は缶コーヒーを2本持って、ベンチに腰掛ける。ありがとう。結婚だったけど。須藤について話してくれた。お付き合いしている時は、男を立てるような一歩下がって歩くいい子だったけど、なぜか周囲の評判はあまり良くなかったらしい。どうしてかってみんな具体的には言わないけど、あいつはやめとけと言われるのだそう。確かに猫をかぶっているように感じる場面も何度かあったが、多少背伸びしているのかなと思った。でも結婚式の日、口汚く私を罵っているのを見て、ああ、これが本性なのか、やめとけって言われた理由かって納得したのだと。今だから言うけど、私が高校を辞めるときに彼女に言われた一言がこう、ずっと喉に刺さった魚の骨みたいにあったのよね。もう他人だから。やりすぎたかなってちょっと思ってて、ごめんなさい。いや、林さんにはやっぱり感謝しかないよ。あんな人と結婚しないで済んだ。結婚してたらどうなってたことやら。だからこれでよかったんだよ。タマル君はそう言ってコーヒーを飲み干す。私も熱いコーヒーを少しずつ口に含む。そういえば、お母さんとゆかちゃんは元気？母はすっかりバリアフリーの自宅で快適に過ごしてるわよ。ありがとうね。タマル君がまだ見習いだった頃、退院した母は自力で歩く機能を完全に失っていた。
そんな母のために、たまるくんはすぐに自宅の改修を手伝ってくれた。手すりをつけたり、段差をなくしたり、必要なものを全部1階の部屋に下ろしてくれたり、改修工事にかかる手続きは、二人とも初めてのことだらけだったけど、たまるくんが、これも勉強、と言ってくれたおかげで乗り越えることができたのだ。ゆかはね、今は便利な世の中だ。家にいたってパソコンやスマホ一つあれば何だってできる。ゆかはオンラインで代券資格を取り、家にいながらアルバイトもした。私が援助すると言っても遠慮していたが、ゆかの口座に少しずつお金は入れてた。たまったお金でゆかは大きな病院で顔の傷を治してもらった。病院までの道のりで何度も途中で怖いと引き返した。15年もずっと家の中にいたのだから無理もない。電車にはとても乗れないのでタクシーに乗ろうとしたが、それも信号で止まった瞬間に降りてしまってダメだった。そこで会社の信用できる部下に車を出してもらって、ようやく行くことができた。一度で完璧に治るわけではなかったので、何度か手術をした。元通りにはいかなかったが、車を出してくれた部下も可愛くなったよと前向きに声をかけてくれた。少しずつ顔を上げられるようになったかな。それはよかった。すぐでなくてもまた会えるぞいいな。こうして家族のことも気にかけてくれるところに何度も救われてきたのだった。あの時はつい売り言葉に買い言葉で契約を切るなんて言っちゃったけど、そんなことしないから安心してね。会社にもちゃんと話はつけてあるから。ありがとう。あの時、新校舎をうちが作れないってことは、俺は林さんの役に立てないんだって思った。それが辛かった。はは、10億円より?会社は人があってこそだろ。それはそうね。私は新校舎の理想の設計計画を話した。車椅子でも介助者と一緒に通り抜けられるくらい幅広の通路にドア、入り口にはもちろんスロープと手すりの設置。車椅子でもゆったりと乗れる大きなエレベーターに、広い清潔な手洗い場。生徒様の健康のために建築素材一つ一つもいいものを厳選したい。街の風景に違和感なく溶け込むような淡い緑色の入った外壁。親も子も安心して通える場所にしたい。どんどん出てくる私の理想像に、たまるくんはペンを走らせる。わかった。すべて叶えるよ。恩返しさせてね。楽しみにしてる。握手を交わし、私たちは別れた。夢だった理想の校舎を大切な人が作ってくれる。これ以上ない幸せだ。ビルの明かりを見上げながら、意味もなく走り出したい気持ちだった。その数日後だった。いつも通り仕事をして昼食を済ませた頃、たまるくんが事故に遭った、と会社に連絡が入った。私はざわざわと呼吸が早くなるのを感じて、トイレに駆け込み、慌てて精神安定剤を飲み込んだ。大丈夫、大丈夫と自分に言い聞かせ、浅い呼吸を繰り返す。部下に外出を伝えると、すぐにタクシーを拾って病院へ向かった。どうして大切な人ばかり傷つくのだろうか。父も、母も、ゆかも、たまるくんまで。病院へ向かう間、そればかりが頭を埋め尽くしていた。病院へ到着し、受付に尋ねると、個室の部屋番号を案内してくれた。足早に向かい、ドアをノックするが返事がないので、そっと開けた。消毒の匂いのする広い個室に白いベッド。たまるくんは、右腕と右足をギブスのようなもので覆われた状態で、ギャッチアップされたベッドに寄りかかり目を閉じていた。寝ているだろうか。小さな声で呼びかける。
たまるくん。林さん。意識はある。よかった。私はベッドの縁にもたれるようにしゃがみ込んだ。聞くと、白昼の交差点で信号無視をしてきた乗用車にはねられたのだと。乗用車はスピードが出ていたので大きく飛ばされ、とっさに受け身を取って、頭や体を打たずに済んだが、右腕と右足はダメージが大きかったらしい。直後は痛みで動けず、運転していた男性がすぐに救急車を呼んでこの病院に運ばれて、CT とレントゲンを取って処置を受けて今に至るそうだ。生きていてくれただけでよかった。目を開けてくれてよかった。冷たくなった父、ずっと目を開けない母、傷だらけになった床。みんな白いベッドに寝ていたから、私は白いベッドが大嫌いだった。いろいろなことがフラッシュバックし、私は子供のようにワンワン泣いた。たまるくんは、そんな心情を察してくれたように、黙って左手で背中をさすってくれていた。泣き疲れたのと精神安定剤の効果で、ベッドに突っ伏したまま眠ってしまったらしい。西日が差し込む頃、私ははっと起きた。たまるくんは左手だけでどうにかパソコンを打ちながら仕事をしているようだ。こんな時くらい休めばいいのに、と言いかけたが、画面を見て言葉を失った。それ、新校舎の設計図だった。私が起きたことに気づくと、たまるくんは笑った。完成予定までには必ず。ありがとう。私はたまるくんが退院するまで毎日見舞いに行った。働きすぎて心配になるほど、いつもパソコンと向かい合っている様子を見て、私も負けてられないなと思った。一年後、新本部校舎が完成した。いい天気に恵まれ、私は建物に入る前に深呼吸した。お邪魔します。深く一礼し足を踏み入れる。新築の匂いに心が躍る。受付と事務室を通り過ぎ、幅の広いドアを開ける。集中しやすいように、生徒様同士の隙間を広く設けた講義室。車椅子も楽々通れる広い廊下にスロープ。ピカピカの手洗い場。ここなら誰でも安心して、勉強に集中することができる。まさに理想通りの新校舎だ。すぐに見学や面談の申し込みが入った。スタッフや生徒様のご家族にも明るくて綺麗と好評だった。そして母が事務員として来てくれることになった。家にばかりいてもストレスがたまるから気分転換にもなると話してみると前向きに考えてくれたらしい。バリアフリーで車椅子でもスイスイ動き回れるので、狭い自宅よりいいかも、と笑っていた。母にも笑顔が戻った。それは涙が出るほど嬉しかった。また一年後、さらに新築でもう一校が完成した。忙しさも一旦落ち着き、新規の生徒様が入ってくるまでは少し時間があった。ゆか、今日のご飯なーに？鶏そぼろのあんかけ、長芋のお味噌汁、山菜の炊き込みご飯、サラダ。栄養満点ね。美味しそう。お母さんも、食べよ。いただきます。と手を合わせて、三人で食卓を囲む。こうしてゆっくり三人で食事ができるのも、時間がある今のうちだけだ。お姉ちゃん、新校舎、おめでとう。ゆかが小さな声で言った。ありがとう。おかげさまでここまで来られたわ。たまるくんには感謝してもしきれない。あれ、ゆかにその話したっけ？宮本さんから聞いた。宮本って、あの宮本くん？会社の信頼している部下、宮本くんにゆかの病院まで車を出してもらっていた頃から、ゆかは宮本くんのことが気になっていたそうだ。可愛くなったと明るく声をかけてくれたのが何より嬉しかったのだそう。そして
あれから実は連絡を取り合ってお付き合いしているのだと。宮本くんは仕事でも信頼できるし、優しい好青年だから、ゆかともお似合いだなと思った。隅に置けないなあ、ゆかったら。えへへ、とゆかが笑った。母もつられて笑った。二人に笑顔が戻った。長かったけど、ようやくここまで来られたんだ。嬉しさで涙がこぼれ、お味噌汁がいつもより塩辛く感じた。ゆかは宮本くんと一緒に家から出る練習を始めた。人の少ない夜に最初は15分くらい散歩して帰ってくるところからだんだん時間を伸ばして少しずつ時間も日中に寄せて人目にも慣れることができた。1時間歩けるようになったら2時間ドライブに連れて行ってもらった。3時間かけて海を見に行って写真を撮ってきて、いよいよ半日デートできたと言っていた。宮本くんがいない日は、母の車椅子を押して散歩に出かけることもあった。いよいよ、一人でもスーパーに買い物に行けるようになった。お姉ちゃん、私、外に出て働きたいと思う。社会の一員として、もう一度頑張ってみようと思う。そう言ってくれ。ゆかはうちの会社に勤めてくれることになった。短時間のパートタイマーからだが、以前から比べたらすごい進歩だ。宮本くんのサポートもあるし、きっともう大丈夫だと思う。走り続けた十数年のことを思い返し、家族4人で写った写真を開いた。長くてあっという間で必死だった。でも、今こうして父に胸を張って報告することができてよかった。たまるくんの助けがあったからだな、そう思った。私は時計を見ながらたまるくんに電話をかけた。もしもし、ごめんね、仕事中じゃない？うん、大丈夫だよ。新校舎、好評みたいでよかったよ。ありがとう。実はね、ゆかのことや母のことなど近況報告をした。驚きながらも一緒になって喜んでくれた。まさかの巡り合わせだね。ほんと、人生ってつくづくわからないものだと思うわ。急な事故で全て失ったあの時、この世の終わりだと思った。でも支えてくれる人がいた。寄り添ってくれる人がいた。心ない言葉をかける人もいた。すべてひっくるめて、小さい頃からの夢、教える仕事を今こうして順調にできていることは奇跡だと思う。一人では成し得なかった奇跡をこれからも広くつないでいきたい。未来の社会を作る子供たちの笑顔が見たいから。これからもよろしくね。もちろん、こちらこそよろしく。改まって言って、二人で笑った。一日一日大切に、できることを精一杯やっていこうと誓った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。私の目の前にある離婚届。その緑の髪を眺めながら、ニヤニヤと気持ち悪い顔を浮かべる夫と義母の姿。歩む、こんな無能な嫁とは早く離婚するのが正解よ。こんな嫁はいない方がいいわ。緑、本当に離婚なんてしていいのか。嫌だろ、俺と別れたくないよな。いいえ、別れます。私はあなたと別れたいの。それと、これを見てもらっていいかしら。私が取り出したそれに、夫と義母が目を見開いた。私の名前は川田みどり。仕事は介護士をしている。夫の歩と結婚して数年、私たちの間に子供はいない。私の母は私が小さい頃に、父は私が社会人になった頃に亡くなった。なので私には実の両親がおらず、頼れる親戚などもいない、天涯孤独な身だった。そんな私を、義両親はとても温かく迎えて受け入れてくれた。義実家に行けば美味しい料理を作ってくれたり、本当の娘に対するように優しく楽しく
話をしてくれた。みどりちゃん、今まで苦労ばかりしてきたでしょ。よかったら、私たちを実の両親だと思って仲良くしてね。義母が優しくそう言ってくれたことを私は今でも覚えている。夫は義両親が不妊治療を重ねてできた待望の子供だったので、それは大切に甘やかされて育った一人息子だったそうだ。でもね、私たちは娘も欲しかったから、みどりちゃんがお嫁さんに来てくれて本当に嬉しいわね、お父さん。ああ、みどりちゃんさえ良ければこれからも仲良くみんなで暮らしていこう。義実家に遊びに行けば笑顔で受け入れてくれ、なかなか子宝に恵まれなかった悩みを打ち明けた時も、こういうのは授かりものだから焦らなくていいのよと抱きしめてくれた。私はこの時本当に幸せだった。しかしそんな幸せな日々は長くは続かなかった。ある日義父に末期がんが見つかり、あっという間に旅立ってしまったからだ。私も深く悲しんだが、義母はそれ以上に悲しんだ。毎日ひどく落ち込む義母の姿を見て、今までよくしてもらった分も義母のことは私が支えていこうと決意した。ところがその日以降、義母は人が変わったように私を罵り始めたのだ。なんだいこの片付けができていない家は。掃除もできないのかこのクソ嫁。我が家を訪れた義母が突然言ったその言葉に、私は頭が真っ白になった。今までの義母では考えられないほどの言葉と態度だった。お父さんが亡くなって感情のコントロールが難しくなってしまったのかしら。もしかしたらこの態度も一時的なものなのかもしれないと思っていたけれど、義母の行動はエスカレートするばかりだった。一人暮らしとなってしまった義母が心配で、私はそれまでのフルタイムの仕事をパートに切り替え、ほぼ毎日義実家にお世話に行くようにした。しかし行けば私に対する悪口のオンパレード、悪態の数々。最近体が動かしにくいという義母に代わって食事を作れば、こんなまずそうなものは食べられないとゴミ箱に捨てられたことも何度もあった。以前はみどりちゃんの作るご飯はどれもとても美味しいわねと褒めてくれていたのに、このことを夫に相談しても、俺は仕事が忙しいから相手ができないと我関せずの態度。それでも義母にはこれまでよくしてもらった恩もあるので、私は義実家に通い続けた。そんなある日、義母が道で転んで骨折をしたと病院から連絡があり、その骨折がきっかけで義母は要介護認定となり、一人暮らしは難しいだろうと言われてしまった。正直私はこのまま義母を施設に入れることを考えていた。ねえお母さんのことだけど、このまま施設に入ってもらうのはどう？はあ？何言ってるんだよ。うちで引き取るに決まってるだろ。夫の言葉に私は目を見開いてしまった。うちで引き取って誰が世話をするの？私もあなたも毎日仕事が忙しいのに。そんなのお前に決まってるだろ。みどりは介護士として働いているんだし、介護士がいるのにわざわざ施設に入れるなんて母さんがかわいそうだ。それに見知らぬ人に介護されるより他人でも嫁に介護される方が母さんも安心に決まってる。さも当たり前のように言う夫にどんどん怒りがこみ上げてくる。勝手なことばかり言って、私だって仕事があるのに家に帰ってお母さんの世話をするなんて無理よ。そのために介護士として働いているんじゃないわ。お前はこの家の嫁だろ。家族に尽くすのは当たり前だ。以前のお母さんならまだしも、今のお母さんに尽くすことはできない。うるさい。そんな文句ばっかり言うなら離婚するぞ。あれだけよくしてもらった母さんを見捨てるのか。冷たいやつだな。それに今離婚したら、所詮パートのお前の給料だけじゃ生きていけないだろう。俺がこうやって働いているからお前は生きていけているんだ。黙って俺の言うことを聞け。夫の態度と言葉には腹が立ったが、義母のことが気がかりだったことも、今の私の給料では生きていくことが難しいことも事実だった。結局夫に従うしかなく、私たちは義母と一緒に暮らすこととなった。数日後、私は義実家で
義母が我が家に引っ越してくるための荷物をまとめていた。夫はいつも通りの仕事で手伝えないの一点張りで、足が不自由となった義母は指示を出すだけの存在だ。ああ、今日も来るのは不出来な嫁だけかい。私は息子に会いたいんだけどね。すみません。相変わらず文句ばかり言う義母の小言を聞き流して荷物をまとめていたその時、私は本棚から本を大量に落としてしまった。大きな音が響いたと同時に義母の怒号が響いた。何してんだ、私の大切な本を落として嫌がらせかい。そんなつもりは。要領の悪い嫁だね。こんなんだから後継ぎができないんだよ。そんな嫁は出ていきな、離婚してしまえ。そう罵られた瞬間、私はついに我慢の限界が超えてしまって義実家を飛び出していた。あんなに優しかったのに、どうしてお母さんはあんな風になってしまったんだろう。考えても答えは出ず、私は泣きながら自宅へと戻り、ずっと泣いていた。その時スマホの着信音が鳴り響いた。相手は夫からだった。母さんから電話があったんだけど、お前引っ越し作業を放棄して出て行ったのか。放棄したわけじゃないわ。お母さんからまたひどいことを言われたのよ。あんな人の世話なんてできるわけない。母さんだって父さんを亡くして辛いんだよ。緑に心を許しているからああ言うんだって。気持ちを分かってやれよ。気持ちなんて分からないわよ。私はサンドバッグじゃないのよ。いい加減にしてよ。ああ、もう何でもいいから早く実家に戻って荷造りしろ。嫌なら離婚するぞとだけ言って、夫は電話を一方的に切ってしまった。私は、あの親子にとってどんな存在なのだろう。都合のいい家政婦だろうか、サンドバッグなのだろうか。お母さんがうちに来たら、嫁いびりがもっとひどくなるのかな。そう思い悩みながらも、時間は過ぎていき、数日後には我が家に義母が引っ越してくる。その日、私は義母と顔を合わせるのが嫌で、義母がデイサービスの見学に行っている間に義実家の片付けをすることにした。義母の部屋を片付けていると、押し入れの中から出てきたのは大量のノート。中身を見てみると、それは義母の日記だった。そういえばお母さん昔から日記を書くのが習慣になっているって言ってたっけ。人の日記を読むなんてプライバシーの侵害だと怒られてしまうかもしれないが、思わずそれを読んでしまった私は、義母と夫の衝撃の事実を思い知ることとなったのだった。そしてその日記を読み進めていくうちに、日記の間に挟まれていた一枚の紙を見つけ、それを見て私はまた一人で涙を流したのだった。ついに迎えた義母が我が家に引っ越してきた当日、私は夫と義母の前に離婚届を差し出した。夫は一瞬だけ目を見開いたが、すぐににやりと笑う。私が本気ではないとでも思っているのだろう。私はさらに数枚の写真を夫に見せた。そこには私以外の女と腕を組んで歩いている夫の姿、ホテルに入っていく姿のものもある。ずっと前から不倫をしている、あなたと離婚するの。私がそう言い切ると、夫は明らかに動揺し始めた。いつの間に。これはお母さんの部屋から見つけたものなのよ。は？夫が間抜けな声を出し義母を見つめる。私も義母を見た。勝手に私の部屋から盗みをしたの？この泥棒！お前は最低な嫁だ！お母さん、もういいんです。演技はやめてください。演技だなんて。私、お母さんの日記を読んでしまったんです。だからお母さんの本心も全部知っているんです。あの日、義母の日記を読んでいて、実は夫が不倫をしていたことを知ってしまった。しかも義母は以前からそれに気づいていて、探偵を雇って定期的に調べさせていたのだ。義母が亡くなってからの日記の中身は、私に対する嫁いびりの謝罪と夫の不倫に対する憤りの内容ばかりだった。私たちを離婚させたかったのは私を思ってのことだったんですよね。さらに足を悪くした自分の面倒を見させるなんてかわいそうだから、何とかして離婚をさせて私たちから離れさせたいと
ということがずっと書いていた。それからこれも、私がもう一枚の紙を夫と義母に見せた。日記の間から見つけた紙、それは以前から義母が通院している総合病院が発行した保険会社に提出する診断書のコピーだった。診断書の患者名は義母で、病名は義父と同じ末期がんだった。お母さんは余命宣告受けているんですよね。バレちゃったなら仕方ないね。顔を上げた義母の顔は、義父が亡くなる前の穏やかで優しいものだった。お父さんが亡くなった後から体調が良くならなくてね。調べてもらったら私も末期がんだったのよ。ふうと一息ついた義母の態度は、今までのつきものが落ちたように見えた。お母さん、言ってくれたらよかったのに。末期がんで命も長くない私の面倒を見て、せっかくの人生を無駄にしてほしくなかったのよ。それにね、私が生きているうちにこんな不倫をするような息子とは別れて、もっといい人と一緒になってほしかったの。そう言って義母は夫をにらみつけると、夫は小さくなっていた。私も緑ちゃんに嫁いびりをしたら、私のことも嫌いになって、一日でも早く別れてほしかったの。私たち親子と縁を切って、あなたには幸せになってほしかった。だって緑ちゃんは私たちの大切な娘みたいなものだからね。緑ちゃん、本当に今までごめんなさい、と義母は私の手をぎゅっと握ってくれた。お母さんは私のことをずっと考えてくれていた。本当に優しい人だ。そして義母は夫に向き直った。歩、あなたとは縁を切らせてもらうわ。金輪際あなたとは会いたくない。遺産はすべてみどりちゃんに譲るわ。ちょっと待ってくれよ。机を叩いて慌てて立ち上がる夫。私は見たのよ。お父さんの葬式の日も、お前は葬式会場から抜け出して不倫相手のまさみとかいう女と会っていたでしょ。それから調べてもらったら、仕事の残業や出張と嘘をついてまさみと会っていたらしいじゃない。それは探偵さんから報告はすべて受けてるのよ。証拠もたくさんあるわ。そう、夫の連日の残業や定期的にあった休日出勤、出張はすべて不倫相手に会うものだったのだ。同居したら私の面倒は全部みどりちゃんにやらせて、自分はまた不倫を楽しむつもりだったんでしょう。みどりちゃんに逆らったら離婚するとか脅してたことは知ってるのよ。図星だったのか、夫は黙り込んでしまった。そんな息子を育てた覚えはない。こんないい子を嫁にもらったのに不倫をするなんて最低よ。今すぐみどりちゃんと別れなさい。不倫をするようなお前にはみどりちゃんを幸せにすることなんてできないわ。それ以上何も言えなくなってしまった夫に、私は改めて離婚届を差し出す。私はあなたと別れたいから離婚しましょう。これに早くサインをしてちょうだい。お母さん、私は歩と離婚してこの家を出ていきますが、よかったら今後は私と一緒に暮らしませんか。私の提案に義母は驚いた顔をした。え、歩とは縁を切っても私のお母さんはずっとあなただけです。短い間かもしれないけど、最後まで面倒を見させてください。じゃあお言葉に甘えさせてもらおうかしら。そう笑った義母を見て、私も同じ笑顔を見せて、私たちは久しぶりに笑い合ったのだった。その後、私と歩は離婚した。もちろん不倫に対する慰謝料も請求する予定だ。離婚後、元夫は不倫相手と一緒になろうとしたらしいが、相手の方は遊びだったらしく、あっさりと振られたそうだ。さらに不倫の件が会社にバレてしまい、後ろ指を刺される日々に耐えられなくなり、自主退社してしまったらしく、今は日雇いの仕事をしながら孤独に毎日ギリギリの生活を送っているそうだ。私はパートからフルタイムに戻してもらい、今も介護士を続けている。仕事ぶりを評価され、今度昇給が決まったところだ。お母さん、ご飯ができたよ。ありがとう。みどりちゃんのご飯は本当に美味しいから嬉しいわ。私と義母はあれから一緒に暮らすようになり、
今まで以上に仲良く暮らしている。たまに本当の親子と間違えられるくらいだ。母を早くに亡くした私が母親の愛情を得たのは大人になってからだ。血のつながりは大切だろうけど、家族の本質はそこではないのだと思う。私と姑は本当の親子ではないけれど、それ以上の絆がある。姑、いや、母の命はそう長くないことを私たちは知っているし、その日を迎えるまでにまたたくさんの出来事があるかもしれない。時には困難もあるだろう。それでも私は母とだったら、たとえどんな困難でも乗り越えることができる気がする。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。